ちょ、松、お前が差し下に余計なこと言ったんで、おじいさんとか大変な騒ぎだぞ。え、話してくれよ。何を抜かしやがるんだ。いや、てめえ何だってあの野郎にあの地図渡しやがったんだ。なんだ、地図？そうだ、あの志賀社の中に隠しちゃった地図だ。そんなことは、俺は知ったこっちゃねえや。何？知らねえ？だい。てめえ本当にあの知らねえのか？知らねえよ。じゃあ、こいつだな。じゃあ、やっぱりあいつだったんだな。ちくしょう。この野郎、動くな。あ、話してくれ。役員なんか来るもんか。お前もあの野郎に一杯食ったんだよ。何をちくしょう。わけのわからねえことばかり抜かしやがって。おじいさん。ちょ、松、おめえまだ江戸にいたのか。うん。あ、佐七さん。お、ちょ、松。どうしたんだ。猫のとこ知ってんのか。うん。こいつは、おめえの固めの師匠を割りやがったんだぞ。佐七さん、どうしてこんなことしたんだ。俺の大事なお父さんの固めの師匠、ひどいじゃないか。何？親父の形見？あ、うん、それで分かった。おい、話がある。俺が獅子頭を割って歩いた訳を話すから、少し手を緩めてくれよ。そんなこと言いやがって、てめえ逃げる気だろ。いや、逃げるどころじゃねえ。あの地図が奴らに渡った以上、このまま放っちゃおかれねえんだ。いいから、話してくれってんだ。俺の話を一応聞いてくれよ。今からちょうど10年前だ。俺がまだ子供の時のことだった。俺の親父は越後境で峠の茶屋をやっていたんだ。いらっしゃいませ。お、どこか終わりようでございますな。何でしたら奥で少しお休みなすったら。いや、少し身をもでな。と旅をするには無理な体だと思ったんだが、それに悪い奴に後をつけられて。お、やっぱり来やがった。仕方がね、おめえ一足先に逃げてくれ。なんとか追っ払ってすぐ後から行く。この獅子だけは大事に持ってきてくれ。頼むからな。さあさあ、早く帰る。何かお困りようだが、何でしたら裏返りを教えましょう。お願いれば。おい、佐七や、おめえ、このお客様を裏街道まで案内してあげな。うん。どうぞ。お、いたいた。バカに早立ちじゃねえか。え？まだなんか用があるのかい。いや、どうせ暇な体だ。送っていこうと思ってな。それには及ばねえよ。女房のやつを里に届けたら、俺はすぐ引っ返してくるんだ。それにおめえにはもう十分お礼はしてあるで。おかみさんは？奥で休んでいるよ。実はな、山折人足のことでちょっと相談があるんだ。そんなことは俺は知らねえ。いや、手は取らさねえ。ちょっと顔貸してくれ。おう。おう、佐渡の金山の地図はどうした？おめえ横取りすっか？よろしい！言わなきゃ命をもらうぜ。獅子の頭に隠した。本当だな。うん。よし。それを聞きゃもう用はねえ。おう、それの女はどうした？はい。それ、俺は後で親父からすっかり話を聞いたんだが、俺が送っていった女の人というのは、ちょまずお前のおっかさんだったんだぜ。そうだったかい。いや、おいらのお父さんを殺したのはあの左平次だね。うん、俺もこの目で見たわけじゃねえんだが、きっとあの野郎に違えねえ。畜生、どれでこの間あの獅子を譲ってくれなんて言ってきやがった様子がおかしいと思った。ちょ松、俺も今までは金に目がくらんだ一人だったが、こうと話が決まったら今日からおめえの味方だ。今日から俺に任してくれ。あの左平次のやつを俺が立ち見てやるから。頼むです。あいつ一人じゃ気がかりだ。俺も行こう。
あ、そうだ。ちょ、松、おめえはすぐに越後へおっかを追っかけろ。おめえのおっかちゃんは越後へ帰ったんだぞ。え、新潟へ。あ、元禄頼むぜ。ちょ、松、行こう。うん。